3年前、眠りから目覚めて半年ほど、僕はショコちゃんの賃貸マンションに同居していた。そして、西野さんの業務を引き継ぐことになった僕は、この未来医学探究センターに引っ越して、西野さんにいろいろと教えてもらった。最初の1週間は手取り足取り、やり方を教えてくれた。次の週には半分を、3週目にはほとんど全部を僕に任せてくれた。それから半年間、西野さんとこの棟で同居したけど、毎日どこかへふらふら出かけていき、夜になると戻ってきて一緒に食事をした。眩しい太陽が現れると姿を隠すドラキュラ男爵みたいだと思ったものだ。ところが2ヶ月後、最初のチェック日に西野さんが放った言葉は、僕のプライドをズタズタにした。今日の収穫は、坊やが仕事を甘く考えていると分かったことくらいだな。もう少し優しく言ってあげなさいよ。敦はまだ子供なのよ。優しくだって？そんなことでは先が思いやられるな。両親に見捨てられてしまった坊やは、一刻も早く独り立ちしなければならないというのに。そんな無神経なことを平気で口にできるような人に、敦を任せるわけにはいかないわ。僕はそれでも構わないさ。だけど、それを決めるのは坊や自身だろ。僕は坊やに仕事を委託し、坊やは依頼を受けた。その瞬間から一人前に扱っている。この仕事は人の命がかかっていて、ミスは許されない。それとも、人様の命を預かるオレンジ病棟の市長さんは、子供ならちょっとしたミスくらい仕方がないとでも言うのかな。坊やが引き受けた仕事はこういうものだ。無理なら今すぐここで降りた方がいい。僕は一瞬迷った。その時、脳裏に微笑む女性の笑顔が浮かび上がった。やります。次は必ずきちんとやり遂げてみせます。うん。その日から半年、西野さんの厳しいチェックに耐え続けた。そしてある日、こう言われた。明日からここの業務の一切を坊やに任せる。僕は月に一度チェックに来るからね。それと、そろそろ坊やも学校という畜舎に入り、擬態するテクニックを身につける時期が来たようだ。そう言い残した西野さんの真意は、2年遅れで中等部2年に編入した時になんとなく分かった。それ以降だった。僕が西野さんを無条件に、そして徹底的に信頼することにしたのは。よ、シャドウ王子、中等部最高学年に無事進級できた明日のご機嫌はいかがかな。八夜か。いつもと同じさ。ご機嫌はあまりよろしくない。あ、その佐々木の言い方。さては今日の部活をサボるための伏線だな。どうでもいいだろう、そんなこと。どうせ僕はシャドウしかできない出来損ない部員だし。そんなことないぜ。俺は佐々木の潜在能力を高く買っているんだからな。ボクシング部の救世主として夏の総体で華々しくデビューしてもらいたいんだ。悪いけど、八夜の期待には応えられそうにないな。僕はまだ入部半年で試合への出場権はないからね。佐々木ってほんと変なやつだよな。欲がないし、妙に余裕があるし、なんだか俺たちよりもずっと長生きしているって感じがするな。ジジムサイって言いたいのか。落ち着きすぎてるって意味さ。そうそう、ジジムサイといえばマキちゃんからの伝言忘れてた。昼休みに職員室に来いってさ。そういう大事なことは最初に言えよ。桜宮学園は中高一貫、共学の私立だ。スポーツや文化系の部活が盛んで、サッカー場と野球場が別々にある。中学総体に出場するクラブも多いけれども、授業のレベルは高くない。授業で教わることは個人的事情で修了している僕には退屈すぎるので、授業中は教室の片隅でいつも居眠りをしている。事情が事情なので、テストも手を抜いて真ん中あたりを狙い、あまり周りとも関わろうとしていない。ボクシング部に入部したのも
入部1年間は試合に出られないというルールがあったからだ。この学園に中途入学してボクシング部に在籍してから半年しか経っていない僕は、試合には出られないし出る気もない。僕がここに通っているのは、西野さんに言われて擬態する術を身につけるためなんだ。失礼します。おお佐々木、やっと来たか。待ちくたびれたぞ。はあ。佐々木、お前6月の中学総体にレギュラー選手として出てみないか。無理です。僕は入部してまだ半年ですから、出場資格はありません。佐々木は試合に出たくないのか。ええ、今のままで満足です。才能あるのにもったいないな。リングに上がれば世界が変わるぞ。まあ無理強いはしないが、気が変わったらいつでも言ってくれ。佐々木も知っての通り、今年の2年は不作でな。お前が出ないと北谷が選手になっちまうんだよ。僕の気持ちは変わりません。でもそう言ってもらえたのは嬉しいです。佐々木、少しは自分を出してみろよ。はい。冗談じゃない。自分を出したくないからこうして擬態をしているというのに。断った？なんで？それは、まさか佐々木は受験のために部活を辞めたいなんて言い出すつもりじゃないだろうな。はあ？僕がそんな奴に見える？じゃあ納得できる理由を説明しろ。でないと新キャプテンとして絶対欠席を認めないからな。実は今日家にピアノが来るから留守番をしなくちゃならないんだ。マジかよ、佐々木はピアノが弾けるのか。すげえな。いつか別れの曲を弾いてみたいんだ。今は弾けないけどね。そしてあの人に聞かせてあげるんだ。初心者で難易度 D の別れを弾きたいなんて、佐々木くんって結構無謀な人だったのね。え？僕の右斜め45度から高く澄んだ声が響いた。この角度からの不意打ちは危険だ。なぜなら、ああ、いや弾けるようになるとは全然思ってないけどさ。びっくりしたな。いつの間に佐々木は麻生と仲良しになったんだ？冗談だろ。話しかけられたのは今のが初めてだ。まあいっか、休む理由は納得できたからな。では本日は佐々木のバックレを許可する。そりゃどうも。麻生夏実、彼女のことは以前から少し気になっていた。授業中に居眠りするわ、早弁するわ、宿題忘れるわで、お世辞にも可愛げがあるとは言えないやつ。一つ美点を挙げるとすれば、正真正銘正統派の美少女ということくらいだ。成績も下から数えた方が早い。なのに僕が中間テストで100位ジャストを狙おうとした時、一番のノイズだったのは彼女だった。結果としては大した障害にならなかったけど、どうにも気になる。そう考えながらも僕は今までと変わらず目立たないように擬態した生活を送ろうとしていた。彼女にある提案を持ちかけられる前までは。ねえ、私と同盟を結ばない？この言葉をきっかけに僕の擬態生活は一転した。ジャスト100位か。ついにやったじゃないか坊や。私委員長に立候補します。ここがこんなに賑やかになったのは坊やの目覚め以来だな。お前は僕がテストを手抜きしていることを知っていたな。どうしてそれが分かったんだ？ドロン同盟なんてどうかな。横着者の意味だから私たちにぴったりだと思わない？天才神倉は俺が倒す。いい先生だと思うのであります。だったわよね。こんなことでもなければ一生リングに立てなかったんだから、八谷には感謝してるよ。目覚めまで1年を切った。だって友達だから。僕はこの中で5年間コールドスリープしていたんだ。何しろ坊やはこれから本当の地獄に落ちるんだから。シンクイットシンプル。迷った時は一番大切なことだけを考えるの。みんな佐々木のシャドウを見たがっているんだ。
僕の願いは彼女が無事に目覚めること、それだけだ。佐々木くんを信じていたからです。なるほど、これも運命か。アクアマリンの神殿、ずっとずっと守り続けます。